はい、今日もですね、動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、1月にですね、やってよかったこと3つということでちょっとね、お伝えしたいと思います。もう2019年もですね、1ヶ月ね、こう経ったんですけれど、皆さんはね、これをやってよかったなっていうことってこうありますでしょうか。で、今日はですね、僕がですね、この1月中にですね、こうやってよかったことを3つということでね、ちょっとお伝えしたいと思います。で、これは人の価値観なんでね、なんともこうやって何がやってよかったのかね、やってよかったかっていうとまたそれぞれなんだと思うんですけど、僕の場合がですね、大体なんかやってよかったなと思うことって、大体ね、僕の価値観的にはこう時間の節約とか、時間の節約してで健康でいられることっていうのをね、大体こう価値に置いてるんですよ。で、なんか そういうのをね、大体こうにそういうのに価値を置いてるんで、そういうのをねちょっとこうやると、はやってよかったなっていうことをよくね、思ったりするんです。はい。で、皆さんもね、例えばその価値、自分のね、その価値観ってあると思うんですよ。その価値観にこう沿ってこうなんか、まあお金をかけたりとかしてあげると、すごくね、後悔が少ないんじゃないかなとはなんとなくね、こう思うんですけど、皆さんはいかが思いますでしょうか。はい。ではですね、今日3つね、1月中にこうやってよかったこの3つっていうのをちょっとお伝えしたいと思います。で、1つはですね、まずね、銀行口座をですね、こうちょっと分けたんですよね。新しく銀行口座って、まあ、ゆうちょとかなんかいろいろ持って、2つぐらいしか持ってなかったんですけど、それをちょっとこう、仕事別に分けたんですよ。で、今までね、あんまりね、そんなにオールアバウトで分けてたんで、結構ですね、きちっとね、分け始めたんですよね。そしたらすごくですね、ちょっと効率がね、良くなったというか、そういうのがね、こうあります。はい。もしね、まあ、これはお金をかけてるってわけではないんですけれど、すごくね、効率が良かったなっていうのはね、ちょっとこう思うんですね。はい。で、二つ目がですね、インターネット回線を変えたっていうことなんですよ。インターネット回線の速度がですね、この動画をね、撮ってる時に、すごくね、5分の動画上げるのにね、30分かかったりしたんですけど、今5分の動画を、例えば YouTube とかにこう上げるのに、2、3分ぐらいしかかからないですよね。2、3分かからないと思うんですけど、すごく早くなってます。で、やっぱりね、そうすると時間が節約できるんで、すごく効率がいいなっていうのをね、こう感じました。はい。で、最後の一つ。一番目はですね、以前ね、ヤクルトをこう飲んでるっていうのをちょっとこう言ったんですけど、ヤクルトと、このミルミルっていうのをね、こう飲んでたんですよ、スーパーで買って。ですけど、そのヤクルトとね、ミルミルっていうのは、なんで2つ飲んでるかっていうと、ヤクルトっていうのは小腸に効くらしいんですけど、ミルミルっていうとこう大腸に効くっていうんですよね。どっちかなんですよ。で、なんかね、2つともちょっとこう聞き方が違うらしいですよ、小腸と大腸。それで飲んでたんですけど、それスーパーで買ってた飲んでたのを今度はね、ヤクルト直販っていうかお店でですね、こう頼むようになったんですよ。だからヤクルト宅配してもらうっていうことをしたんですけど、これがですね、予想以上にね、良かったんですよね。で、なんか、ヤクルトの、配達でしか買えないなんかものってのがあるらしいんですよ。ヤクルト LT って言ったかな、 LT ってやつと、そのヤクルトミルミル S っていうのはなんか買えないらしいんですよね。はい。で、それを飲んだらスーパーで買うよりもね、なんかね、肌の調子とかすごく、なんか体の調子とか良くって、
で、この前もちょっと話したんですけど、なんかインフルエンザとかに、ね、かかりにくいような感じするんですよ、風邪とかインフルエンザとかね。だからやっぱりね、腸内環境を整えると結構ですね、免疫力上がるんじゃないかなっていうのはね、僕のこう実感であるんですね。なのでこの3つですね、はい、まず銀行口座を変えた、まあこれ仕事の、まあお金がかかってないですよね。でもう一つはインターネット回線を早くしたって、はい、このね、対費用効果っていうとね、僕は最初疑問だったんですけど、ちょっとこうお金が少し高くなる、普通のね、僕の場合なんか光とか言ってて光じゃなかったっていうなんかこう回線あったんですよ。それをもう10年ぐらい前に、したんですけど、それがを変えたら予想以上にね早くて、もっと早く変えておけばよかったなってのはなんか思ってですね、時間がすごく効率的に、ね、使えるようになったんです。はい、で3つ目がその、ヤクルトね、スーパーで買うよりもやっぱり直販でね、宅配してもらうようなね、限定のヤクルトっていうのとやっぱりちょっと効果が違うんじゃないかなっていうのがありましたんで、はい、で皆さんね、1月のね、なんかこうやってよかったことっていうのね、ちょっとね、棚卸ししてもらうとね、なんかいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい、今日もね、動画を見ていただきありがとうございました。